俺の雨を遮る奴がいる。このチャクラの感じ、かなりの使い手だ。俺が雨をあげたら、お前の術で侵入者を探せ。任せて。ジライアよ。そうか、ジライア先生か。懐かしい。カトン・エンダン。ペインというヤツをおびき出そうと餌をまいたが、まさか食いついたのがお前だったとはの。いかにせしがらい世の中とはいえ、挨拶もそこそこにわしに向かってくるとは、悲しすぎるの。ってることは間違っとる。それが自分で考えた結論ですよ、ジライア先生。打ち寄せの術。乱獅子神の術。一体何があった。昔のお前は何も、ただ戦いだけだ。考えることも人のそれになる。だからといって友への思いを捨てるのが大人になることか。簡単に言えば人からの進化だ。お前は一体何をする気だ。美獣を使い新しい禁術を作るためだ。一瞬で死に絶える。そして人々は恐怖する。人々が、国が痛みを知る。痛みを教えてやる。それがお前の役目ということか。そうだ、俺は平和主義者の神だから。口合わせの術。千人モードを使う。まさか。では、そのまさか。結界を見て攻撃力の強いのに変えてきたか、ガマケンさん。おう。狭い場所に誘い込むぞ。どうやら術の肝はあれか。もう気負ったか、このワンパターン目が。大丈夫かの。やっぱり自分不器用ですから。
だが妙木山の大釜にかかりゃこれくらい人のみよ。消えた犬もろとも、ひとまず逃げたか。逃げとりゃせん。ガマケンさんは何かおかしいとは思わんか。自分不器用なもんで。なぜ口寄せの術しか使ってこない。自分が戦うまでもないということか。久しぶりにこんなんで申し訳ありませんの。頭に姉さん。お前を高いな、そんなんが。まあ、それなら仕方もなかろうが。では、行きますぞ。オロチマルにしろ、ジライアにしろ、三人は独特の力を使うな。生物探知でこっちから一気に引きずり出しちゃう。母ちゃん、今日あんまり力入れんなや。見つけた、父ちゃん。おう。嫌な目じゃ。この子があの予言の子だとはの。口寄せの術。リンネガンが3人もいるなんて、奴の術か。何かネタがありそうですの。先方五右衛門。こいつ、術のすべてを吸収しやがるのか。先方けばり千本。合わそうとすれば間違いなく捕らえていたものを。前を向いたまま口寄せで背後を守るとはの。防ぐとすればさっきのように盾でガードするしかない。それを全く目視せず判断した。目、三人とも同じ目じゃ。三人がそれぞれの目にする映像を共有して見ておるとしたら。戦闘に入ったらこの千人モードでもまず殺される。ここまで強いとはの。それより陸道の倫理官が実際に三人おるちゅうことじゃ。撮る映像は監視カメラのように別々の3台のカメラで撮られた映像を一度に見とるのと同じじゃ。3人をバラして戦うしかないの。1対1なら確実に勝てるんだが。手の弟子ならジライヤちゃんが現実を使わんことを知っとる。そこに隙ができるかもしれん。わしらの最強の現実は歌で相手の聴覚に訴えてはめる術じゃ。聴覚。しかし一旦現実にはめればこちらの勝ちは確実。お二人の命が危なくなったらすぐさま肩から消えてくだされ。これはカエルの鳴き声。カトン大演壇。
思った通り、こいつらは一個体に一系統の能力しか持ち合わせてないってことだ。たったの一つ。こっちもか。かかったな。どんな奴が相手でも油断はするなと教えたはずだがの、長門。痛みで世界を導くより、痛みを乗り越えたお前の力でそれを成し遂げてほしかった。さよならだ。この現実の歌は喉に負担がかかってんの。父ちゃんと表紙を合わせるのが大変での。油断はするなとあんたから教わったはずだが、ジライア先生。さっきまでの三人とは顔が違う。おそらく前もって口寄せしておいたんでしょうの。ベイン陸道、ここに剣山。ベイン、お前は一体何者なんだ。六人もの輪廻丸が。お前は。ことだ、弥彦は死んだんじゃ。それにその目。俺に弥彦の面影を見たか。輪廻丸を見て最初の奴を長門だと思い込んでしまったが、わしが知る長門とは違和感がある。お前らは一体何なんだ。我々はペイン。神だ。体が、チャクラが乱される。これか。あの顔、やつは間違いなく弥彦だ。そういう痛みを知っているからこそ人に優しくできることもある。それが人だ。どうするか自分で考えることだ。人格者を導く者じゃ。いずれお主には大きな選択を迫られる時が来るじゃろう。お二人はお帰りください。何？ダメだ。次出て行けば必ず殺される。選択の時。頭と姉さんは今までのペインの情報とこのペインの死体を持って帰ってくださる。のどか。ジライアさん、遅かったな。気づくのが。死ぬのか、失敗なのか。忍びの人生とはどうやって生きてきたかではなく、死ぬまでに何をしたかで、その勝ち目たちが成した偉業に比べれば、わしのしてきたことは取るに足らぬくだらぬことばかり。ここでペインを倒し、暁を止め、忍びの世界を救う。結局その選択も失敗してしまった。何か自伝小説っぽくて、この本の主人公、最後まで諦めなかったところがかっこよかった。だからこの小説の主人公の名前いただいてもいいですか。そうだ、そうだった。わしはあの子に。なる。思えばお前はあの小説の主人公通り。忍者とは忍び耐える者のことなんだよ。自分の言葉は曲げねえ。それが俺の忍道だ。言葉は曲げない。そしてどんな時も諦めない。それがお前の忍道なら、ナルトよ。気量で吹き返したのか。ここは間違いなくお前だ。
あとは全て託すぞ。地雷や豪傑物語、これでチッターマシになったかの。